墓の蓋の内面。波に飛び込む男性が描かれているダイバーの墓は、イタリアに存在した、紀元前5世紀頃の古代人の墓。マグナグライキアのギリシア都市パエストゥムの南約1 5トルに存在する小規模なネクロポリスを、考古学者のマリオナポリが1968年6月に発掘調査した際に発見された。現在は、 カエストムの博物館に収蔵されている。自然の岩を掘削してできた床面と、地元で採れた石灰岩を厚い板状に加工した、側板4点及び蓋1点で構成された墓である。遺体紙は漆喰が丁寧に施され、側板は 215x100x80cm の箱状に配置されていた。5枚の遺体紙は内側にフレスコ技法の絵が施されている。 四側面の遺体紙には、春シ,シオンの様子が描かれ、蓋の遺体紙には、墓の名称の由来になった若い男性が渦巻き、波打つ水面に飛び込む様子が描かれている。二人以上の絵師が携わったとみられ、南面は他の面と比べて、技術的な評価が低い。墓が発見された、さえの予期せぬフレスコ画の発見で、その重要さが明らかになり、オリエンタルを起点とし、 アルカイック時代とクラシカル時代をくぐり抜けたギリシア絵画の唯一の例だ。この時代のギリシャ様式の墓は数百点が知られているが、フレスコで人物が描かれた例として唯一のもの、と評された。墓の内部からは数点の遺物が発見されている。意外の傍らには亀の甲、二点のアリバロス、アッティカ式のレキュトスが置かれていた。アリバロスは、 レスリングの訓練の際に使っていた、こういう容器と考えられ、レキュトスは彼の好んだ飲料カップと見られている。レキュトスには、紀元前480年頃の黒絵式技法の装飾が施されていたため、墓の発見者と他の考古学者は、墓の年代を紀元前470年頃と推測している。ありがとうございます。